います。はい、お願いします。ありがとうございます。ございます。ありがとうございます。ありがとうございます。誕生日プレゼントもらいました。ちょっと昨年もですね、思い起こすとブリップにいただいた同じ傘が。いただきますよ。はい、相当生臭いですこれ。新鮮な匂いがしますよ。うおタコ。うわすごい。すごいね、これ生だね。塩で揉んで湯がくんだね。え、ま、すごくないこれ。おお、カツオだな、本当に。このままカツオ。丸々一本。いや、これ袋に入ってるからちょっと分かりづらいですけど、結構立派な、うん、結構重いよ。いや、カツオとタコ、いただきました。誕生日プレゼントです。ありがとうございます。何が大丈夫です。じゃあ、順番にやらないと。すごいすごい、これもうすごいエイリアンみたい。内臓どこ？これカメラに映していいのか分かんないけど、なんかもうすごい、タコだよ。内臓すごい、これ気持ち悪い。見るからそんなに、マジマジと。だって何これ、どうなってんの。食べたものとかさ、どこに行ってんだろう。これ取ろうか、とりあえず。何、内臓外してってさ。あ、そう、すごいでかい。かっこいいよね。あの上がさ、まっすぐで、下がこうカーブしてる。カーブしてる。かっこいい。顔もイケメンだわ、カツオ。目がね、大きくてかっこいいよね。かっこいい。目が大きくて。さあ、タコ入れていきます。よいしょ、よいしょ。わ、危ね。カズヒロボーンコンプレアーニョス。あ、お父さん、僕のリベカから。あ、本当ありがとう。プレゼントです。どうぞ。あ、軽いね。ちょっと、もう今、開けてもらった方がいいね。うん、で、正直な感想をください。いつも正直な感想だよね。ね、あの緑の袋があると思うんだけど、それから書いてあるから、うん。うん、そう。正直な感想をっていう。モンブランのね、あの10万円とか高いの持ってるので、あ、ペン？それを入れます、これで。いい香るね、やつらしいです。ありがとう。はい。で次が、俺はね、こうなって自信がないプレゼントは初めて。うん、見して見して。何かさ、予想してみて。なんだと思う？え、シャツかな？あ？あ、シャツ。あ、海パンか。グラウン見てみて。グラウン見てみて。なんか俺ら急にこんな硬くて、俺ら。俺らどんな硬くて。すごくおかしく見える。あれ？こんな硬くて。ねえねえ、水着の率直な感想どうだった？率直な感想でしょ。俺ね、ぜひ覚えておいてもらいたいんだけど、あの茶色みたいな色のもの何も着てないじゃないですか。一切何もないんですよ。茶色、茶色が嫌いなんですよ。あ、カラーが合わない。で、合わないの。パーソナルカラーって自分が似合うさ
色ってあって、ああだから俺たちが新しいこういう色もどうっていう提案で今回はじゃあそこから上がれた色っていう、でそういう風に今一瞬ね、あっと思って、あっと思ったけど、うん、そういうことだなっていう風でなんとかこの場を折り合いをつけようっていうことを瞬時に思った。だから率直に言って今言われたから率直に言ったんだけど、あ、ありがとうって言って、本当だったら来たくないなと思ったけど、でもいや、それで折り合いをつけたの。折り合いつけて、ほんとじゃあ着ようって履こうっていうふうに思って、まあ。Happy birthday to you。 今年54歳の抱負は何でしょうか？筋トレ、体作り、見せれるボディ。なんか聞いたことある。ジョシュはどこ行ったのかな。それか、はい、じゃんけんタイム。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、こうでしょ。もちゃもちゃしすぎてる。はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。チョキ、男が負けた。女、女、女、わかる。グー、ジなんでそれ選んだの？ジャンケンで一番勝ったから。パパはこれ自分が食べるように隠れていくかにしたけど、ジャンケン一番勝ったから。バチバチとやれて。はい、はい、はい、皆さんちょっと遅れまして、プレゼントタイム。この時のパパの T シャツ着てます。お誕生日おめでとうって言おうと思ってたけど、間違えて着てきちゃったから、着てきちゃったことに気を配りすぎて。気を配ったの？気を取られすぎたんだね。そう、間違えたっていう言葉が間違ってんじゃないかって私は思うんですけど。いや、本当に間違ってたの。だって取る時に分かりますよね。誰の服か。自分のだと思ってて。取る時に間違ったとするじゃん。ね、また間違ってたって気づいてくじゃん。着るじゃん。間違ってたって気づくじゃん。脱げばいいじゃん。ポイントはね、たくさんあって気づく。どこで気づいたの？逆に。来て、ちゃんとちゃんが、あれ？それパパの。嘘嘘。本当ね。そういうの隠し犯って言うんですよね。本当本当。あ、もうじゃあ最初からもう自分のものだと思ってたんだ。違うって。だってそれ着てこの子が撮影したんですよ。これパパのです、これこれよかったですと、俺は気に入ってますって言って、でそれでこの子はそれを撮影してたんですよ。それでそれは俺の自分のだと思う。お、来ました。はい、ありがとう。これパパ、これパパに、パパにプレゼントなのかな。パパにお願いだったわけ。まずね、腕相撲対決チケット。させてあげるよ。してあげるよ。してあげるよっていう。将棋対決チケット。これはプレミアムチケットで何でもいい。プレミアムチケット、あっち向いてほい。またプレミアム。じゃあこれプレミアムチケットですから、ババがしたいことで。そんなわけない。そういうことじゃあ、あ、ちなみにこの T シャツがヒカルがとぼけてきた T シャツですけど、はい、まあ、その話はさておいて、ゆうちゃんがからタンプでもらったチケットでこれから勝負したいと思います。はい、これはあっち向いてホイ対決4回転、はい、お願いします。はい、じゃああっち向いてホイがよくわかんないのね。じゃあ一回リハーサル。
にらめっこが分かんない、うん、はい、いい、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょあいこでしょあいこでしょじゃんけんぽいじゃんけんぽい、あっち見てほい、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょあいこでしょ、あっち見てほい、最初はグー、おい終わった、待って待って待って、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、最初はグーじゃんけんぽい、最初はグーじゃんけんぽい、あっち見てほい、最初はグーじゃんけんぽい、最初はグーじゃんけんぽい、あっち見てほい、みんな今のはい、パパの勝利、1回ね、今1回4回だから、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、そういう意味の4回、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、あっち見てほい、最初はグーじゃんけんぽい、あっち見てほい、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、あっち見てほい、最初はグーじゃんけんぽい、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、あっち見てほい、はい、2回勝ちました、はい、最初はグーじゃんけん、いいよ、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、あっち見てほい、最初はグーじゃんけんぽい、なめてでしょ、あっち見てほい、最初はグーじゃんけんぽい、勝てよ今パパ、まあいいけど、スタート、はい、最初はグーじゃんけんぽい、あっち見てほい、最初はグーじゃんけんぽい、最初はグーじゃんけんぽい、あっち見てほい、お前ちゃんと斜めに、最初お前斜め向いてるぞ、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、あっち見てほい、一回やらせて、じゃんけん勝ったらいいんだよ、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょもうずっと向いてるからや、気がついとった絶対やらんと思ってた、最初はグーじゃんけんぽい、最初はグーじゃんけんぽい、あっち見てほい、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、あっち見てほい斜めにやって、じゃあ斜め向いたみたいな、最初はグーもう4回じゃないですか、じゃじゃグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、じゃじゃグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、あっち見てほい、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、あっち見てほい、最初はグー動いてなくない、なんで早く先生、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、あっち見てほい、最初はグーじゃんけんぽい、最初はグーじゃんけんぽい、あっち見てほい、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、あっち見てほい、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、あっち見てほい、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、最初はグーじゃんけんぽい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 、あいこでしょ、あっち見てほい、最初はグーじゃんけんぽい、あっち見てほい、最初はグーじゃんけんぽい、じゃんじゃんぐじゃんけんぽい、あっちゅんねパパもやりました、じゃんじゃんぐじゃんけんぽい、あいこでしょ、あっち見てほい、これ審判どうですか、今下さして、この人は明らかにアウト、あ、イエーイ、パパ勝ちでーす、やろっか、